カトリック北一条教会は、北海道札幌市にあるカトリック、札幌市教区の教会及びその聖堂。カトリック、札幌市教区の大聖堂であり、聖堂名は、守護の天使である。ロマネスク風の中央の塔や、左右のゴシック風の小銭塔、外壁や窓には、連続した装飾が施され、中世の風格を表している。1891年に、 北二条通り側に建設された仮聖堂を起源として、フランス人主催のアンリー・ラフォンは1898年に聖堂と主催館を兼ねた北一条教会を建立した。厳冬に備え石像とされた。当初は函館教区の一教会であったが、札幌の交流と神徒の増加により1915年に札幌が人ざち巻くとなった際に、 キノルド神父が地巻として座し、1929年に首都座大陸となった際に、キノルド名義司教が代理として座した。1943年、西側の伝道館が陸軍に接収された。1953年にカトリック札幌司教区が成立すると、北一条教会は大聖堂となった。1965年、学老と玄関の増築を行った。 旧札幌開拓シビール醸造所野球、三菱工業寮があり、開拓時代の産業振興の風格ある地区であったが、2010年代の創生川東地区再開発事業によりその面目を大きく変えることとなった。ありがとうございます。